マコナコです。いよいよ最終話の一歩手前、88話やっていきましょう。さて、ここいろんな味方が、これも敵動いてるのかな。いや、敵動いてるな、動いてるけど、これはいや、もう撃ってるな。モンビードやってる場合じゃない。あー、なんか全然仲間になってないんだけど、これ多すぎるよ、これ仲間にするの。何この、いつもなら隊長だけをね取ればよかったものを。あー、ダメか、貫通してない。ちょっと味方に任せよ、もう。まず一つ倒した。何これ、何これ、目の前。うん、これで一服か。いや、まだ向こうにあるな。いや、もう行き止まりだな、これ終わってた。そしてルートがちょっと分かりにくい。あれ、煙吹いてるからストリンガーじゃなくても良さそうだけど、あー、失敗はしてない。なんとか倒せてる。あら、弾が出ない。これね、 AF100 があれば、あ、なんで目の前にいるの。 AF100 があればもうちょっと楽なんだろうけど、これは明らかにハーキュリーでも間に合ってないんだよね。あ、回復回復。これなんか行き止まりかな、ここも。あ、アイテム取りやんのバカバカしいしね、このゲーム。やりたくはないんだけど、でもちょっと厳しいか。でも初動失敗したからな、その失敗さえなければもうちょっとなんとかなったかもしれない。そう考えるとまだまだ可能性は。回復あった。え、回復回復、よし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 。いや、なんかほとんどいなくなってんだけど、味方なあ。これなんで狙われてる。うわー、もうよく見えてない。もうカード来てる。ああ、ほぼほぼ味方がいなくなったけど、まあそれなりに。こうか、一発撃って転がって、一発撃って転がっての方が良かったかな。ダメか。まあそれでも可能性はないわけじゃないけど、別にこれで終わりっていうわけじゃないからね。多分先がどうなるかがわからない。まず初っ端一発、これなんか当てにくいな。あー、ダメだ、足に当たった。うわー、吹っ飛ばされた。結構これ、あー、たくさん仲間にできたかなと思ったけど、そんなことなかったな。ほぼほぼこれでおしまいかな。あー、今の当たってないの。まず一つ、あれは前になんかあるんでね。まあそれでもなんとか。見えてない見えてない。ちょっと早かったか、こっちが来るの。でもまだ遠いから、あれを無理に狙う必要なかったな。こっち側だな。上かな、雲先か上先か。噛まれてる間はそこまで大ダメージ食らわないから。あー、 AF100 なんだよな、これ。 AF100 があれば問題なさそうなんだけど、押し出せないんだよね、これね、敵をね。なのでこの前の方にも敵の倒されたのが一つあると、それだけで何もできなくなってしまう。
ここら辺、あっと手前が当たった。もう嫌になっちゃう今の。これ一つ前のシナリオをクリアするために少し感度を上げたので、なんかちょっとした動きでね、また戻さないとダメかもしれない。いやー今、後ろ回り込まれてない、大丈夫か、回復出ないね。回復出た出た出てるね、もう一個。あと赤ばかりだな、なぜ当たらん。なんでこっち側から持ってるかな。回復、うん、落ち着いたね。で次に備えて多分終わるわけないと思うんで、回復取りたいな。だけど回復が見当たらん。自分は大丈夫なんだけど、これウイングダイバーだけか。まあ分かっちゃいたけど、ウイングダイバーが強い。元の場所に戻ろう。いや一人レンジャーいるぞ。やるね、倒すね、まだ倒すね。よもうちょっとアイテム取ってきたい。ここからどうなるかだな。でも射程が短いからか、全然ね敵にダメージ与えるような状況には見えない。よっぽど寄らないと。ここら辺大量に回復がある。倒した。すでに地球の半分以上を覆っています。どこからの通信がありません。さてこっち側ドラゴンなれん。フェンサー、お、なんかたくさん来てる、なんかたくさん来てる。ウイングダイバー、ウイングダイバー向こう。こちらレンジャー、目標地点に着きました。戦闘を開始します。違うな、こっち側だ。ドラゴン先か。こっち側に、あれ今かわされた、かわされたというか、なんか隙間に通ったというか。あでっかいのもいるぞ。あちょっと待ってくれ、ベアラーもいるのか。あれは助けたい、助けられなかった今。あスクリーンが打ってなかったな今、なんで別のに打ってたんだろうな。そしてそれによって目線を別の場所にやったからか、どうにもなってなかった。でも武装はどうなんだろうな、ミサイルという手もありそうな気もするけど、あー仲間しにくいなこれ。でもこれによってリーダーが倒されてどうにもならないとかいう状況にはならないと思うんで、その点はありがたいんだろうけどね。見えてない見えてない見えてない、この辺りだと思ったけど、どうかな。おーい今のが当たるか。これ当たってないのか、貫通能力あるはずだからもうちょっと早く倒しても良さそうだったけど。うん、なんとかでもなってるな。まあこれで後々なんとかなるかは別問題だけど、あとヘクトルじゃなくてディロイはあと1体だけか。あじゃあ倒してるんだな、なんだかんだでダメージ当てていたっぽいね。あれ今のダメ、
なんだよ今のは。今の当たるような角度じゃなかっただろう。もう前行っていいでしょう。だがこれは自ら赤寄られるとどうにもならない。ミサイルも厳しいかな。ミサイル行きたいような気がするんだけど。さて今当たったかな。もういっか、フェンサー置いとこう。ちょっとフェンサーを取ろうとして下がるの遅れるのもなんなので。あれ、あ、これフェンサー前来てくれたけど、まあいいや、ちょっと諦めよう。あー外した。まず1体倒した。結構多く道連れにできそうなんだけど、今味方倒さなかった？大丈夫？あれ、ハーキリ一発か。ストリンが撃った後は、今当たったな、味方に。あ、雲が来るんであれば動かなきゃダメだったか。足止めて撃っちゃったけど。これだもんな。AF 多分100だと弾き出せると思うんだけど。これで一発無駄にしちゃうからね。で一発無駄にしてなおかつリロードとかに時間かかるから、そのあたりまた厳しくなる。ここら辺回復あるぞ。たくさん回復取った。なんか押されてんね。破片によって全部阻まれてた。だからなんとか今抑えられてんでね。これで援軍もセットできてくれればなんとでもなるでしょう。うん、そろそろストリンガー回復。あー、あと1体味方の茶1級はほぼほぼマックスか。どこからの通信がありません。誰か応答してください。うん、どこだどこだ。ああこっちがダメだ。これは少し速度変えないと。勝ち持ってるね。ここで自分が後ろ向きながら、赤を倒すために何とかすべきか、それともなんでね。赤倒すためだとストリンガー貯めた方がいいんだけど。だがドラゴンは何とかなってるな。うわー、そうだったそうだったそうだった。とはいえ今こっち、まあ、でかい方やろう。あー、カード来てる、カード来てる。こっからどうだ。いや、ちょっと待ってくれ。でっかいの2つ。
しかもベアランナック入られてるから。こちらレンジャー目標地点に着きました。戦闘を開始します。うん、1個は倒した。ちょっとアイテム取ること優先するか。なんかなんだかんだで味方は、今ドラゴン当たったよね、まあ、一発じゃないな、分かってるからいいんだけど。バカ、今のはダメだ、今のは完全に自分がダメだった。あのベアラ倒すために自分が前行くかどうかなんでね。ダメだな、中行かんとダメか。倒した。聞いたことあるが、英雄の噂。何度も聞いた。マザーシップを撃墜した後、行方不明らしいな。さて、それがよ。さてさて、その男は生還したんだと。今でもストームチームにいるらしい。うわぁ、あそこらへん味方メンツ。あれでもこれでかいのあと一体だけじゃない。倒した、勝手に味方が倒したぞ。うわぁ、ちょっと全部倒すの待ってくれ。その前に、その前に、その一体倒すのやめてくれ。これまだあるでしょ当然。やめてくれやめてくれ、それ倒す前にウィングダイバーと合流したい。勘弁して。あー、ドラゴン頑張って、レッドドラゴンよ、そこだけは頑張ってくれ。ここ合流さえしちゃえば終わるんじゃない、なんとか。でその後またレンジャーの方、多分もう一個レンジャーだと思うけど、クリアしちゃった。綺麗になってしまったぞ。これはどこが誰を明かすかとか分かればまた話別なんだろうけれども、まあ、いや2回分ちゃんとストリンが打とう。単なるアリだな。あのレッドは何だろうな、何だろうなって言われてもあれだけど、どっかからまた沸かすのか。うん、あ、これはいけるんじゃないか案外。くっダメだ、当たらん。となるとこっち側だな。なんかすごい分かってるぞ。あ、その前にヘクトルか、いやその前にヘクトルもそうなんだけど、デカーリ、これは2体抜ければと思ったけど抜けられるような状況になってない。今2体抜けたんじゃない、これ3体抜けんじゃない、無理か。倒した、倒した。こっち側はもうある程度ダメージ受けてるから。うわなんか強い強い、相変わらず相変わらずウィングダイバーが強い。もう自分は丁寧に向こうを狙おう。押した、あとは赤だな。倒したよねあれね。あー危ない危ない、こっち側こっち側。ここら辺、あもう火吹いてね。あー行ったな、これはそんなに時間かかんなかったぞ。
ああしまった。ブリーンがここに来るだと。ブレインが来る。あと向こうから悠々と来る敵倒せばいいだけだから、アイテム取ろう。あーでもこれでまだ枠とかになったらちょっと厳しいけど、これで F100 手に入れて最後のステージ挑めればいいんだけど、でも最後のステージって初見ハードでやった時はもうなんだっけかな、確かスナイパー2丁持ちでやったような気がするので、そうじゃ記憶がね。ちげえ、味方なんかすごい遠距離であっさり撃って倒してる。ウイングダイバーしかいないんだよね、これ。ウイングダイバー強すぎるよね、自分でプレイしてもそうだし、ちゃんとそばに寄ってきてくれるしね。あーちょっと、あーちょっと待って、即座に。抵抗を続ける人類を殲滅していたのか。そしてついにここに来る。最後まで戦いを続けている我々を消すために。まあとりあえずあれ届くかな、これ届いて F100 を手に入れたい。よしよしじゃない、ないか。 F100 じゃなくて MMF100 とかいうのが手に入ってるけど、いやーでもここまで来たぞ、いよいよ最後だが、この段階でもクリアしてないね。シナリオいくつか他にもあるので、まあざっくり見るとこの85話、84話、あと80話、そして77話、ここら辺かな。他は全部できている。あできてなかったのあったかな、今大丈夫かな。他は全部もうクリア済み。これ最終面やって F100 狙うか、それともどこかで稼ぎやるか分かりませんけど、まだまだやっていきたいと思います。続き興味ありましたらぜひ次回もご覧ください。ではでは。